こんにちは。今回はね、これはなかなかできない、まあ、めったに撮れない動画なんでね、記念にちょっと残しておこうかなと思いまして、デコピクミンをね、一瞬で40匹増やす裏技となっております。これそんなわけないじゃんとか、そんなことできるわけないじゃんとか、これ釣りでしょって思った方、実はね、方法があるんですよ。それね、今回解説していこうかなと思います。まず最初、第一にレベルをまず60にします。レベルを60にするとピクミンの隊列数がね、マックスの40匹になるんで、まずはレベルを60まで上げます。そして次ですね、レベル60まで上げた後に隊列のピクミンをすべて、この、わかりますか、これ仲良し度3の状態にするんですよ。全部仲良し度3の状態にしてください。 2.9 みたいな、3に届いてないのはダメです。必ず3にしてください。まあ3に なるのが一番いいかな。 3.9 とかちょっともったいないんで3にしてください。これぐらいね、まさにギリギリを攻めた感じにしてください。そしたらね、最後のステップいきます。スペシャルエキスを40個用意してください。これね、ブルームパックをたくさん買うと一気に増やせるんで、これをね、ブルームパックをたくさん買って、これをまず40個以上にしてください。で、このスペシャルエキスって上げると仲良し度をね、一気に1段階上げることができるんですよ。つまり仲良し度が3だったら一気に4にすることができて、デコピクミンにすることができるわけですね。それをね、今回40匹ね、一気に仲良し度4にね、していこうかなと思います。いきますよ。いやー、こんなことなかなかできないですからね。これは貴重な動画になるぞ。そしたら行きます。うわ、緊張する。おおすごい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 、おーすごいすごい、うお、一気に、すごい。これなんじゃこの状況、これは一気にね、仲良し度マックスまで持ってこれました。これはなかなかすごいんじゃない。で、今回ね、花がこんな風に咲いたんですけれども、スペシャルエキスをあげるとガーベラの花が咲きます。で、咲く花の色についての話なんですけれども、ピクミンをタップして下の方にスライドさせて花の種類ってところが見れるんですよ。ここの色が黄色だから今回黄色の花が咲いてますね。仮にこの赤のピクミンだったら、この下をスライドさせて花の種類が赤なんで、まあ赤い花が咲くというわけですね。スペシャルエキスをあげたらガーベラの花が咲いて、咲く花の色に関してはここの花の種類の色に依存します。いやー、そしたら一応これもガーベラも積んでいきますか。うわー、これすごいですね。スペシャルエキスを普段全然使えてなくて、かなり溜まってるよって方はね、この裏技この技をやってみて、楽しい思いをねするのもね、良いのではないでしょうか。それでは今回はこの辺で以上とさせていただきます。ありがとうございます。